はい、どうもこんにちは、松井塾の松井です。さあ、アニメでいきましょうということで、蕎麦用人ということになるわけですけど、蕎麦用人のこの真鍋秋房ですね。はい、真鍋秋房さんということです。まあ、サブリーダー的なもんだと思っておいてもらえばいいんですけど、まあ、蕎麦用人という役職があると思っておいてください。はい、だから荒井白石がリーダーだとすると、真鍋秋房が、まあ、サブリーダー的なことで、まあ、この聖徳の地っていうのをやっていきますよということになります。よろしいでしょうか。それでは本日もご視聴いただきまして、誠にありがとうございます。